今回は腹筋が苦手な方におすすめなスネーククランチを紹介していきます。腹筋っていうのはどうしても腰が丸まらないとお腹に効かない、頭もしっかり起こしとかないとお腹に効かないんですけども、腰が反れてる方や頭を持ち上げるのが辛い方、そういった方は今回の腹筋がおすすめです。体をくねくねするだけで腹筋にしっかり効くので、腹直筋、外腹斜筋、腹横筋、お腹をへこますために大切な腹筋群が鍛えられます。たったの30秒です。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単に腹筋を鍛える方法ということで紹介していきます。たったの30秒なんですけども、横揺れ縦揺れ2種目紹介していきます。この2種目の腹筋を行うことで、お腹をへこませる姿勢、出てしまうお腹を抑える腹横筋というのが鍛えられてきます。たったの30秒ずつ2種目行うんですが、もうちょっとやりたいよって方のために今回2セット一緒に頑張ってください。1セットでやめてしまうと、どうしても筋肉をあまり使わない、体力を温存してしまう過程が1セット目で起きてしまうので、2セット目をしっかり行うことで腹筋しっかり効かすことができてきます。簡単なので一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。はい、まず寝た状態で膝を曲げます。足少し広げます。スマートフォンは持っとかないとできない方は持ったままです。持たなくてできる方は手を動かしながらやってください。この寝た状態からまず反れてしまう腰、ここを床につけます。お尻を締める感じです。このような感じです。キュッと腰をつけて、このまま体を左右に動かしていきます。頭が重たい方は寝たままでもいいですが、舌が硬いと少し擦れるので痛いかもしれません。できれば頭を少し起こした方がいいです。腰をしっかりつけて体を左右に動かしていきます。持たなくていい方はかかとを触るイメージで手を伸ばします。その時に肩が起き上がらないように、肩水平のままで動かします。イメージとしては肩をこのままこうならずに真横に体を動かす感じです。これで息をしっかり吐きながら腹筋、腹直筋、外腹斜筋を使います。スマホ持ったからできない方は持ったままでもいいです。できれば頭を少し起こして体を横に動かしていきます。それではいきます、スタート。こういう感じでゆっくり体をね、動かしてください。腹筋効いてるかわからない方はお腹触ってみてください。これでもね、結構腹筋硬くなってると思います。この息吐きながら、息吐くたびにお腹をへこませます。OK です。今度は前に揺れます。腰から下はできるだけ固定して足を閉じます。足上げます。このままこういう感じで体を持ち上げていきます。起きるときに息吐く、戻ったら吸います。この30秒間転がってください。バッタンバッタンね、こうやってなっちゃう方は腹筋効きにくいので、腰しっかり丸めて体を安定させて転がってください。行きましょう。スタート。これがね、うまくできない方は腹筋しても腰が丸くならないので腹筋効きにくいです。腹筋効かすポイントはお腹をしっかり締めるので、これは基本中の基本です。あんまり足でこうやって起きないように腰から下は固定です。 OK です。それでは2種目目のスネーク横行きましょう。スタート。動きがね、雑にならないように肩水平です。2セット目なんでね、結構辛いと思います。頭辛い方はね、寝てもいいです。寝たままでも OK。 できる方は頭を起こして、OK です。やっぱり2セット目ってね、 1セット目よりだいぶお腹に効いてると思います。だんだんできなくなってもいいです。
効いてる証拠です。さあ、だるま行きましょう。それでは行きます。スタート。腰をしっかり上げて、お腹が疲れてくるとやっぱりお腹締めておくのが辛くなるので、あんまりうまくね転がれなくなってくると思いますが、それでも効いてる証拠なんでいいです。お腹がやっぱり疲れてくるとね、同じようにはできなくなってくるので、動きがゆっくりになってくるか、うまくできなくなってくるかのどっちかなんで、それでもいいです。 OK。 あーかー、お疲れ様でした。今の2種目スネーククランチ、これね、腹筋苦手な方とか腰が丸まって腹筋効きにくい方、そういった方はまずこの腹筋からやることをお勧めします。まあ、なぜかというと、体を上下に動かすときはしっかり腰を丸めてゆりかごのように力まずに体を動かすことができる。横に動かすときっていうのはこういうね、体をひねる腹筋っていうのはすごい力みやすいので、今みたいにリラックスした状態、ゆっくり体を横に動かすだけ、フォームが安定しやすく、しっかり腹筋に効かせやすいです。腹筋苦手な方、お腹気になる方、スネーククランチを何度も動画を見ながらやってみてください。頑張ってやった方、よかったらグッドボタンや感想でコメントください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、そっちでも違う配信してますんで、よかったらフォローしておいて毎日確認してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。